ディアナ・ダムラは、ドイツ出身のソプラノ歌手、ギュンツブルクの生まれ、ビュルツブルク音楽大学でカルメン・ハンガヌに支持後、ザルツブルクでハンナルート・ビヒの訓導を受ける。1995年にビュルツブルク私立劇場でモーツァルトのフィガロの結婚のバルバリーナ役で初舞台を踏み、マンハイム国立劇場やフランクフルトオペラなどにも出演するようになった。 2002年にチェリハのオペラ、シュタインフェルトの巨人の初演、ミラノスカラザのリッカルド・ムーティ式によるアントニオ・サリエリの見出されたエウローパの疎遠にそれぞれ参加する。2003年にはコベントガーデンのモーツァルトの魔キで夜の女王役、その翌年にはニューヨークのメトロポリタン歌劇場でリハルト・シュトラウスのナクソス島のアリアドネのチェルビネッタ役を演じる。2007年より バージンクラシックスと専属契約を結ぶ。フランスのバスバリトン、ニコラ・テステと結婚。2010年と2012年生まれの二人の息子がいる。ありがとうございます。